ず回せば外れます。次に線を抜きます。それから真ん中をつまんで外します。次にこれを外します。にあるボタン、赤いボタンを押してひねって外します。ほとんどの状態がこの状態となっています。この状態になれば、この状態を説明して電気屋さんなんかで問い合わせれば、同じようなものを買えばどの電球でもどの照明でもつくと思います。では再度つけたいと思います。まあ、外した時と同じなので、つけ方ははめてから回します。カチッていうまで回します。次をつけます。カチッと言って2回カチッと言って、それでコンセントをはめればこっちもカチッというまではめます。最後にカバーをつけます。これで電気をつけてみたいと思います。こんな感じで自分の家のすべての部屋を照明を変えてみました。以上です。どうもありがとうございました。